ちゃんちゃかちゃん。どうも、トカゲのケンです。ほら、見て。ブルー。何年か前にパパが UFO キャッチャーで撮ったやつ、地下から持って帰ってきて。あ、ええやろ。ほんで、これちょっとまた見てほしいねんけど、これ覚えてる？結果美人。まあ、これだいたい1年に1回咲くか咲かへんかやのに、今度また咲いてんて。ね、今回これな、2つ一手に咲いてん。で、これさ、前にも動画にしたんやけど、3週間ぐらい前かな。で、まだ視聴回数が25回しか行ってへんねやんか。だからもう全然誰も見てくれへんし、もうええでってパパ言うててんけど、もうおばあちゃんがもうこれでもかっちゅうぐらい写真とか動画送ってくるから、もうこれもう YouTube に絶対載せなあかんやんってなったみたいでな。だからもう今日はしゃなしやけど、まあみんな見たって。一晩しか咲けへんって言われたら、なんかこう、ああ、貴重やなとかって思うけどさ、なんか船頭世話して、一晩しか咲けへんっていうのも、なんか逆にどうなんて話やでな。朝顔だってさ、朝しか咲かへんって言っても、さすがに一日で枯れるわけじゃないやんか。何日かやっぱり咲き続けるやんか。線の世話してさ、一晩のためにやで。なんかまあ需要と供給っちゅうかな。ほら、だって普段こういうことやん。この葉っぱだけの状態。ずっとこれなんやね。で、一晩だけ、これ、咲くって言われてもさ。ああ、なんか、もうちょっと咲いてもいいんじゃんって思うよな。ああまあ、あんまり言い過ぎたら月下美人愛好家に怒られるから、まあこれぐらいにしとこうかな。ほら、ほんで次の朝にはこうやってもう枯れちゃうみたい。なあ。これもまたずっと葉っぱや。なあ。にしても、ほんまなんでこんな誰も見てくれへんねやろな。多分月下美人も怒ってんねんで。頑張って咲いたのに、なんで25回しか見てくれへんねんって。だからこんな3週間経ってまた2つもポンポン咲きよってんや。なあ、まあ多分今回もあんまり見てもらわれへんやろうから、また2、3週間したらもういっぺんに8個ぐらい咲くんちゃうかな。結果美人も必死やで、見てほしいから。なんか今日はごめんやんで、月下美人の悪口ばっかし言ってしまう結果になってしまって。でもほら見て、めっちゃ反省してる顔やろ。許して。じゃ、今日も見てくれてありがとうね。バイバーイ。匂いが伝わったらもうちょっと視聴回数伸びると思うねんけどな。